えー、こんにちは創価地区の久保ですまたエイダの情報発信しようかと思います、まあ。情報発信といっても特別な情報があるわけではなくて、まあ、現在地を、ねえー、お話ししながら、私の考えを伝えていくというコーナーでございます。現在7月7日11時21分ですけども、価格がここにありますように、えー、5.7%上昇して、今11.15円ですね。チャートの方を見てみましょうか。ぐーっと上に上がってますよね。 私がボックスをこれ、上抜けて、新しく10円から11円、もしくは11円から12円に展開されるというふうなお話をさせていただきましたけれども、やっぱり FX のテクニカルと同じようにね、そうなるわけですよ、今、ボックスがですね、11円から11.50に迫るところかなと思います。 もうすでに10円を割るような心配はこの時点ではないのかなと思いますよね。ここで離閣して離脱する人がいたとしてもそれは調整であってですねまたこれ10円前後もしくは10円を割ったところで大きな買い場が入ります少なくとも私は買います、えー、ちなみにですねこの枝の放送をここ1ヶ月ぐらい私が再開したことの意味っていうのは随分前にお話したと思いますけども買いましたから放送してるわけですよね。 えー、エーダーっていうのは、一時期2円とか3円とか4円うろうろしてましたよね。で私はエーダに、えーに、まあ、絶対の信頼と、ねえー、ポテンシャルを感じてるわけなんですよ。少なくとも1ドルは超えていくだろうという,ふうなことをずっと申し上げてきましたけども、じゃあ1ドルを超えるね、例えば100円、100円を超えるエーダーを考えているのに、なんでね、5円、6円で仕入れないことがないじゃないですか。で、今、10円とか11円ですよ。 皆さんにここで買ってくださいっていうつもりは全くありませんけどもやっぱり値段が落ちたら買う高くなったら売るこれしかないわけですよで FX の私の3年間いやもうすぐ4年になりますけども4年間の FX の下積みっていうのも結局はこの a イダに対してぶつけるためにあったわけですよねえということでね今日は私の投資の考え方あ単純ですけども安い時に買って高い時に売るというわけなんですよで高い時がいくらかは分かりませんけども 私の場合プレセールで買ってますんで、今日売っても、明日売っても、1年後売っても、1年後は分かんないですけどね、暴落してたら別ですけども、いつ,いつ売っても利格なんですよ。ですので、落ち着いて4円、5円でもね、値上がりしたところっていうふうな見方ができますし、10円、20円でもやっぱり値上がりしたところということが言えます。私の取得単価は0.22円ですからね、0.22円ですよ。 ですのでどこまで行っても利益なわけなんですよね、えー、本日は以上でございます江田に幸あれ